樹図。樹図、樹図、筒は、穴が貫通した多くの小さい玉に糸を通し輪に、下宝具である。玉の数は108玉が基本である。各周波の本式樹図以外だと数に決まりはない。形状、名称を参照のこと。形状は、各周波の本式年樹図だと厳密な決まりがある。仏ッを念ずるときに用いる玉との意味から、念珠。 念珠とも呼ばれる。字の前後を入れ替えて、数珠と書く場合もある。仏、菩薩を礼拝する際に手にかけて用いる。新言、念仏の回数を数えるのに玉を、爪、そうつまぐったり、すり鳴らして用いる場合がある。浄土真宗の場合は、念仏の回数を問題にしないためつまぐらない。すり鳴らすこともせず、仏前での数形の念の表れとして用いる。 起源は、諸説あるが、古代インドのバラモン教で用いられていた道具を、原型とするとされる。それが、釈尊により用いられ、後に、中国に伝わる。そして、仏教伝来とともに、アスカ時代には日本に伝わったとされる。鎌倉時代に入り、浄土教が流行し、照名を念仏が、盛んになるとともに、一般にも普及する。最近では、腕輪念寿。 腕玉と呼ばれる、樹図を小型化し中、糸をゴムなどにして、腕につけられるようにしたブレスレット的な樹図がある。数を数えるという点では、数取り機でもあり、補足に用いれば、測量器具とも言える。多宗教でも、例えば、キリスト教のカトリックなどではロザリオが樹図と同様の、使徒に用いられる。外観も似ていることから、キリスト教圏において、樹図は、 仏教徒のロザリオと呼ばれることがある。本名は、アクシャ・マーラーと言い,い、ダラニ宗教キ機ンに要礼が見られる。またヒンドゥー教文献では、アクシャ、アクシャ・スートラ、ジャパ、マーラー、アクシャ・バラヤなどと呼ばれる。あるいは単に、マーラーやスートラとも略称される。アクシャとは物をまっすぐ貫くものの意味で、ボ語では、舎熟や、辛抱などもこう呼ぶ。ジャパとは、 祈りの言葉を囁いたり呟いたりすることの意味で、これが、神仏の名や神言だらにを唱えるときに使う道である、ことを示す。パーラーとは物を糸で繋いで連ねた物を指す言葉で、ネックレスなどもこう呼ばれる。また、悪者とは、梵語の字語表の最初の文字 A と最後の文字、KS を合わせた単語でもあって、言葉のすべてを象徴し、ヒンドゥー教では五十玉を連ねた術が通例である。 数図の玉の数については、木古行などの経典に説かれている。玉の数については百八玉を基本とし、さらに千八十五十四四十二二十七二十一十四のものが説かれている。またこれらの数字は、百八8本能あるいは混合会百八尊五十四位、四十二十八学人と旧無学、二十七政権、二十一 観音十四昔子などを象徴するものとして意味、付けられている。本連術の場合、一番、大きい玉、一玉、ないし二玉のことを、親玉、親玉、または、母玉、もしゆと呼び、和を、主に構成する百八玉ある玉のことを、主玉、主玉と呼ぶ。主玉の間に挟まれている、子球より小さい四つの玉のことを、四点玉、四点玉と呼ぶ。 その他に、棒の部分に、弟子球、弟子、玉、りこ、きことも、上妙、上妙、つゆ、副主と呼ばれる玉がある。終始により用いられる玉に、違いがあるため、詳細は口実。片手術の場合は、親玉が一種のみで、親玉と房の間に、菩薩、母薩と呼ばれる感情の玉が入る。和を主に構成する多数の玉は、 二重図と同じく手玉と呼ぶ。手玉より小さい二つの玉のことを二点玉、二手玉と呼ぶ。名称には玉のあざ以外にも玉の字も用いられる。本文では玉で統一することにする。図の玉の形状は概ね以下の三種類に分けられる。図の玉は古い文献には尻尾が良いとされるが、現在では 菩提樹など様々な材質が用いられる。玉の材料により価格には大きな差がある。本水晶、針やサンゴなど明るい色合いのものは女性に好まれる。高級な樹晶用の素材としては、針入り水晶、ルチルクオーツ、本翡翠、ビルマ翡翠、増毛、ラピスラズリ、ルリ、天竺菩提樹、人工などが用いられる。安価な樹晶用には、 石や産後に似せたガラスや樹脂製の玉も用いられている。収支、周波により材質や色、棒の形に決まりがある場合があるので注意が必要である。天台収容本式術は輪の部分に手玉を108玉、親玉を1玉、4点玉を4玉を用いる。玉の配置は、親玉1玉、手玉7玉、4点玉1玉。 手玉十四玉四点玉一玉手玉六十六玉四点玉一玉手玉十四玉四点玉一玉手玉七玉で一周して輪になる。親玉の下の房の結び目には上名と呼ばれる小玉が一しつく。上名の下には二本の房がつく。房の形はいろいろな形が用いられる。菊棒やり球棒、蹴鞠棒を用いることが多い。棒には弟子玉がつく。 弟子玉の形は、片方の房は丸玉が十玉。もう片方には、平玉が二十玉と特徴がある。それぞれの弟子玉の先に、つゆと呼ばれる涙型の玉がつく。天台宗の呪図の特徴は、手玉に、平玉、そろばん玉と呼ばれる、扁平の玉が用いられることである。新言衆用の本式呪図は、輪の部分に手玉を百八玉、親玉を玉、 4点玉を4玉を用いる。玉の配置は、親玉1玉、手玉7玉、4点玉1玉、手玉14玉、4点玉1玉、手玉33、手親玉1玉、手玉33、手4点玉1、玉手玉14玉、4点玉1玉、手玉,玉7、玉で一周して、輪になる。4点玉に近い側の親玉につく房の結び目にのみ、乗名が一しつく。つの親玉には、 棒が2本ずつつく、計4本。草の形は、いろいろな形が用いられる。菊棒やり9棒、蹴鞠棒を用いる場合が多い。各棒に弟子玉が5玉と、つゆが1玉つく。弟子玉、計20玉、つゆ、計4玉。また女性用の8寸の新言収容の、本蓮は8収容年授と呼ばれて販売され、周波を問わず用いることができるとされている。 持ち方は、中の陰流の場合、右手の中指に母玉をかけ、左手の人差し指に糸口止めをかける。その時に、念樹の輪の形が、X、X の形になるように一回だけねじる。合掌する時に、両方の房を手のひらの中に入れる。そして、左手を上にして伏せて、右手を下にして、仰げて軽く2から3度すり合わせ、右手を手前にして引いて止める。を一層。 一つの輪にして持つときは、左手首へかけるが、そのときには、母玉が、左手首の上になるようにかける。樹図を一層に持つと、両手が使えるので、教本を手に持ちながら、度胸をすることができる。在家、男神とが、中野陰流の持ち方をしても差し支えはない。新言宗の僧侶用樹図の使用の一例を挙げれば、108、玉、幹線を、赤色、棒を白色にする。 感染を赤色にする理由については、様々な説があり、定説はない。呪図には命、魂が宿っているものとみなし、感染を、血管、血液に見立てている説などがある。呪図の使用は、新言集では、自相、新言密教の儀礼、作法の分野に入る。なお僧侶用の呪図、百八玉で、感染が赤色、棒、白色を、在家、断信とが使っても、 特に差し支えはないとされる。また、新言集には、古代力念珠、古代力念珠というものもある。これは、第五三殿法学院長、服部如実女が監督して作らせた念珠である。新言集108玉の念珠であるが、2種類の材質の玉を用い、棒を5色の紐にしているが特徴。第五字において授与品として販売されている。浄土集では、 本式年次を用いるのが好ましいとされる。浄土宗自衆用の本式珠は、二つの珠を交差させたような、独特の形状を持つ。二つの輪には、それぞれに、親玉がある。その片方のは、写真、左側の輪にのみ、復讐と呼ばれる小粒の玉が、手玉と交互に入る。男性用と女性用では、手玉、復讐の数が異なる。男性用は、 三万浄土、三万層と呼ばれ、片方の輪の主玉が二十七玉。もう片方は主玉二十玉に副手二十一玉が交互に入る。女性用は八寸浄土、八寸六万浄土、六万層と呼ばれ、片方の輪が主玉四十玉。もう片方は主玉二十七玉、副手二十八玉が交互に入る。主玉、副手の数以外の形状。 構成は男性用、女性用ともに同じである。棒は親玉にはつけず、副主がある肩の輪に金属製の二連の丸缶をつけ、その缶に二房付けられる。房の形は菊棒、盆天棒や利球棒、手まり棒が主に用いられる。房の結び目に常妙が一玉つく。房には弟子玉がつく。片側は丸玉の弟子玉が六玉。 もう片方は、平玉の、弟子玉が十玉つく。弟子玉の先に、つゆが一つずつつく。念仏を唱える際に、復讐以外のすべての玉を使ってくると、男性用は二十七二十六十イコール三万千四百0唱えられ、女性用は四十二十七六十イコール六万千八百0唱えられる。そのため、三万層、六万層などと呼ばれる。 その他には、百八浄土と呼ばれる念珠、携帯用の三十六玉の念珠、僧侶が儀式に用いる、双言珠、千八十玉の百万念珠などがある。三万浄土、六万浄土、百八浄土は、日下珠とも呼ばれる。浄土真宗では、たたえた念仏の数にこだわらないため、念珠の玉をつまぐらない。そのため玉の数に決まりはない。 形状にはこだわらないが、合唱礼拝の際に用いる宝具として大切にする。浄土真宗の男性門と用本式図は片手念珠を用いる。男性門とは本蓮念珠を用いないのが一般的である。片手念珠の房は紐棒に仕立てたものを用いるのが好ましいとされる。小念珠と呼ばれる僧侶用の略式念珠と同型のものである。玉の数。 材質に決まりはなく、輪の大きさ、種玉の大きさで決められる。種玉が丸玉、みかん玉などの場合は、18から27玉の粘珠が多く用いられる。平玉を用いた54玉の粘珠も用いられる。男性用サイズの差し二寸以上の大型で、長房の本蓮粘珠が販売されているが、本来は僧侶用本蓮粘珠である。本願寺派。 お西の女性門とは、片手念珠を用いるのが好ましいとされる。本願寺派の場合は、女性も本伝念珠を用いないことを勧められる場合が多い。本願寺派の女性門と用片手念珠の房は、節棒を用いるのが好ましいとされる。また、耐久性に何のある切れ棒に変わる、新小棒、頭なしの念棒、頭付け念棒でも構わない。 男性用と同様に玉の数、材質に決まりはなく、輪の大きさ、手玉の大きさで決められ、三十六玉前後のものが多く用いられる。大谷派、お東の女性モンは、片手念珠や本殿念珠である、八寸モントを用いる。八寸モントを用いる際は、口述のように独特の持ち方をする。大谷派の女性モン用片手念珠の房は、 節棒を用いるのが好ましいとされ、節棒より耐久性のある新消防も用いられる。玉の数、材質については本願寺派と同様である。八寸門と浄上土神宗における女性用本蓮年寺は八寸門と呼ばれる。輪の部分に手玉を百八玉、親玉を二玉、四天玉を四玉を用いる。玉の配置は 親玉1玉、手玉7玉4点玉1玉、手玉14玉4点玉1玉,1玉、手玉33、手親玉1玉、手玉33、手4点玉1玉、玉手玉14玉4点玉1玉,1玉、手玉7、玉で一周して、輪になる。棒に特徴があり、数取りができないように本願寺、大発生蓮女が考案したとされる独特な結び方、蓮女結びを施す。 四点玉がある側の親玉につく房は、上廟が一つ、弟子玉は、親玉から五玉目ずつのところで結ばれその先に五玉ずつつく。弟子玉の先には、それぞれ、つゆが一つつく。つまり弟子玉を X 型に上に詰めて動かないようしてある。反対側の親玉につく房は、電流結びを施す。その先には、弟子玉、つゆを入れずに房をつける。棒の形は、 頭付け粘棒をつける場合が多い。ちなみに大谷派の場合、仏前結婚式を挙げた際に、本山より授与される、記念念珠は、女性には、本蓮年珠が送られることが多い。本蓮年珠の合唱時の持ち方は、大谷派の場合、二重にして輪を作りその輪に両手を入れ合唱する。その際に、二つの親玉を親指のところで挟む。親玉の挟み方は、 弟子玉がある方の親玉を指先側に、練乳結びがある方の親玉を手前側にする。四つの房を合掌した手の左側に垂らす。この持ち方は、大屋派の僧侶用本蓮年授の持ち方と同様の作法である。本願寺派の場合は、二重にして輪を作り、その輪に両手を入れ合掌し、棒は下に垂らす。僧侶用本蓮年授は、装束作法に、 厳密な規定があり、毛さや衣などに対応した年樹を用いる。主に以下に挙げるものがある。臨在収容の本式図は、輪の部分に手玉108玉、親玉1玉、4点玉4玉を用いる。玉の配置は、親玉1玉、手玉7玉、4点玉1玉、手玉14玉、4点玉1玉、手玉66、4点玉1、手玉14、4点玉1、手玉7で一周して、 輪となり、天台修用の図と同様の配置である。ただし、手玉の形は丸玉。親玉の元に母差がつく。上妙、弟子玉はない。草の形は紐棒が多いが、節棒なども用いられる。持ち方は二重にして棒が下になるようにし、その輪の中に左手の人差し指から小指の四指を入れてそのまま輪の片側を握る。親指は上から、 人差し指の側面に当てて、数珠を押さえる。合唱の時には輪に四種を入れて、人差し指と親指の間の股にかけ、そのまま右章を合わせ、数珠の片側を両手で挟むように合唱する。相当収容の本式数珠は、輪の部分に手玉百八玉、親玉二玉、四点玉四玉を用いる。玉の配置は、親玉一玉、手玉十八玉,玉,玉、四点玉一玉。 手玉十八玉四点玉一玉手玉十八玉親玉一玉手玉十八玉四点玉一玉手玉十八玉四点玉一玉手玉十八玉,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 玉で一周して輪になる。棒の形は臨在衆と同様である。棒は片方の親玉にのみ、ボサと共につく。ふのつく方の親玉の方がつかない親玉、向かい玉より若干大きい。 臨在宗の呪図に似ているが、相当宗の呪図は、108冠金と呼ばれる、金属製の冠が通してあることが特徴である。高級な呪図には、銀製の108冠金を用いることもある。日蓮宗の場合、在家信者も片手念珠を用いずに、必ず本式念珠を用いるとしている。日蓮宗用の本式呪図は、輪の部分に手玉を108玉、親玉を2玉、 4点玉を4玉を用いる。玉の配置は、親玉1玉、手玉7玉、4点玉1玉、手玉14玉、4点玉1玉、手玉,玉33、手親玉1玉、手玉33、手4点玉1、玉手玉14玉、4点玉1玉手玉3 3主親玉1玉手玉3 3手4点玉1玉手玉1 4玉4点玉1玉手玉,玉7、玉で一周して、輪になる。棒に特徴があり、親玉から出る房の形が対象ではない。4点玉がある側、 右手の中指にかける、川の親玉、上妙玉とも、につく房は二本で、上妙が一つ、弟子玉は、親玉から五玉目ずつのところで結ばれその先に5、玉ずつつく。それぞれの弟子玉先にはに、つゆがつく。四点玉がない側、左手の中指にかける、川の親玉、糸口と目とも、につく房は三本で、親玉の下に、結び目がある。三本のうちの二本は、 弟子玉が、それぞれ5玉ずつつき、つゆもそれぞれにつく。残りの1本は、数取りと呼ばれ他の2本より、長さが短く、弟子玉が10玉つく。数取りには、つゆがつかない。総価学会の場合、総価学会会員及び進行者は、本式年次を用いる。日練習同様、輪の部分に主玉を108玉、親玉を2玉、4点玉を4玉用いるが、 親玉の故障が異なり、棒が2本の方を父玉、棒が3本の方を母玉と呼ぶ。年中のかけ方ついて特に決まりはないが、一般的には、母玉側を右手中指に、父玉側を左手中指にかけ、真ん中でよじって用いる。母玉側の3本の房は頭と両手、父玉側の2本の房は両足、よじった部分はへそを表す。 四天玉は四菩薩、すなわち上行菩薩、無変行菩薩、上行菩薩、安律行菩薩を表している。年寿専門店などでは、オーダーメイドにて制作してくれる店もある。本水晶と紫水晶を用いてのグラデーションの樹図を作るなど、市販品にはない、凝ったものも入手できる。樹図は中糸が切れる前に修理に出す。草が傷んだ場合も、 通常は交換できる。高価な樹図は、もちろんのこと、形見の樹図などは中、糸を交換することにより、長く使用することができる。天竺菩大樹や、星月菩大樹、無漂白なものなどは、時間とともに飴色に変わっていき味わいが増すとされる。修理は、年樹専門店、樹図修理に対応している、仏壇店などで引き受けてもらえる。役が切れるとの考えから、 中へとを交換しない場合もある。また、自然に切れた場合も、前期の理由により、演技が悪いわけではないとされる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。